皆さんこんにちは。シュンフロムアメリカンジのずんだもんです。メタンです。今日はモチーフが複数あるポケモンについてお話ししますのだ。お、モチーフのお話ね。最近のポケモンはモチーフが多くてデザインも凝っている印象だわ。今も昔も凝ってるポケモンは凝ってると思うけどね。本当？具体例を出しましょう。例えば第3世代のルンパッパ一族、彼はハス、カッパ、ソンブレロをモチーフにデザインされているのだ。モチーフが3つあるのは複雑なデザインと言えるわね。でしょ。このポケモンたちは連想ゲームみたいな面白いデザインをしているのだ。もしカッパの頭のお皿がハスの葉っぱだったら、そのハスの葉をソンブレロみたいにかぶってたら、企画会議はこんな具合に進んだと予想されるのだ。確かに連想ゲームみたいね。でもカッパ、言うてそんなにカッパかしら。ルンパッパ一族全員カッパみたいな入り口でしょ。言われてみれば確かに。姿勢もスイスイ、羽毛だらだし、図鑑順が隣で種族値進化方法が同じだ。天部一族が天部モチーフなのだ。カッパと天部でモチーフが地になっているのね。これは地味に初耳かも。面白いでしょ。モチーフが複数あるポケモン、続いて紹介するのはエスパーンなのだ。一見シンプルなデザインに見えるけど、順番に説明しましょう。まずウサギですね。これは分かりやすいわね。あとはサッカー選手、これも一目瞭然ね。そしてマスコットの着ぐるみなのだ。マスコットの着ぐるみ？野球とかサッカーってよくフランチャイズを代表するマスコットがいるでしょ。いるわね。今映っている読売ジャイアンツのジャビットみたいなのね。丁寧な挨拶どうもなのだ。エスパーンはこういうマスコットの着ぐるみがデザインのモチーフになったと思われるのだ。言われてみれば確かにマスコット感のあるデザインね。他の人型のポケモンに比べてエースバーンが極めて人っぽいのも着ぐるみがモチーフになったからだと僕は推察するのだ。人が入る着ぐるみがモチーフならそりゃ人っぽくなるわよね。そして最後に頭についてるこれ、これは自転車のヘルメットがモチーフなのだ。え？ガラル地方のモチーフ、イギリスがサイクリング大国だからつけられていると考えられるのだ。そうだったんだ。以上、エースバーンは4つのモチーフでデザインされているポケモンなのでした。続いて紹介するモチーフが複数あるポケモンはエンペルトなのだ。御三家が続くわね。エンペルトのモチーフは皇帝天人、ナポレオン、トライデント、砕氷戦の4つなのだ。へえ、意外とモチーフが多い。また順番に説明しましょう。まずは皇帝天人。このモチーフがデザインのベースね。そうそう。次にナポレオン。ナポレオンの肖像画で見る軍服っぽい模様があるでしょ。本当ね。おそらく皇帝天人の皇帝と皇帝ナポレオンをかけていると思われるのだ。なるほどなるほど。そしてトライデント。エンペルトの冠の部分をよく見ると三つ股の槍、トライデントになっているでしょ。本当だ。こういうディテールにまでちゃんとモチーフがあったのね。最後に砕氷戦、流氷を切り裂いて泳ぐ姿が砕氷戦そっくりなのだ。本当だわね。モチーフが複数あるポケモン、続いて紹介するのは鉄砲なのだ。こんなシンプルなデザインに複数のモチーフがあるのね。一つ目のモチーフは名前も示す通り鉄砲王なのだ。これは分かりやすいわよね。二つ目がコバンザメなのだ。マンタインによくひっついているからこれも分かりやすいですね。そうね。三つ目が拳銃なのだ。拳銃？そう、鉄砲なのだ。こっち向けないで。鉄砲王とリアル鉄砲両方がモチーフってこと？その通り。鉄砲王ってボクタンに進化するでしょ。この進化は昔から謎だったのよね。実は全然謎じゃないのだ。ボクタンは名前からも分かる通りタンク、つまり戦車がモチーフなのだ。拳銃から戦車へ兵器としては順当に進化してるでしょ。魚からタコへの進化は果たして順当と言えるのかしら。続いて紹介するモチーフが複数あるポケモンはドラパルトなのだ。最近のポケモンよね。複雑そう。ドラパルトの主なモチーフは3つ。ディプロカウルスとステルス戦闘機と空母なのだ。うわー、どれも全然ピンとこないわ。何と何と何？順番に説明しましょう。まずはドラパルトのメインモチーフ、ディプロカウルスなのだ。全く知らない生き物だわ。無理もないのだ。だってペルム機に絶滅してるんだもん。知らない時代に絶滅してる。知らない生き物だった。ドラパルトのゴーストタイプはモチーフが絶滅しているところから来ているのだ。古代生物ポケモンの新たなアプローチね。あと頭の形がビーニというステルス戦闘機の形にそっくりなのだ。本当ね。素早瀬種族地140にもこの戦闘機モチーフから来てるんじゃないかな。なるほど、凝ってるわね。そして空母、これは名前の由来として現れていますね。カタパルトってこと？そうそう。頭の穴にドラメシアを格納し発射させるところは空母そっくりですね。空母の母の字がこのポケモンの母性あふれる性格に影響しているのかもね。それはありそうですね。モチーフが複数あるポケモン、最後に紹介するのはジガルデなのだ。発売予定のポケモン AZ で活躍が期待されるポケモンね。ジガルデは国王神話とヒンドゥー教がモチーフになっているのだ。さすが伝説のポケモン、話が複雑になってきたわね。ジガルデはフォルムが3つあるでしょ。この3つのフォルムは国王神話のロキの3人の子供がモチーフになっているのだ。狼のヘンリル、大蛇のヨルムンランド、そして娘っ子のヘル。娘っ子？ 100% フォルムの髪が長いでしょ。ああ、言われてみればね。そしてもう一つのモチーフであるヒンドゥー教、秩序の神ビシュヌ神がモデルだと思われるのだ。ビシュヌ神は創造の神ブラフマーと破壊の神シバの間を取り持つ役割の神様なのだ。ゼルネアスとイベルタルの間でポケモン界の秩序を保つジガルデとそっくりね。そうそう、あとビシュヌとジガルデ両方とも頭の上にヘビがいるでしょ。本当ね、こんな細かいところにモチーフが現れているなんて。僕はゲフリ史上最高クラスの神デザインだと思うのだ。以上
上モチーフが複数あるポケモンでした。今回の話題はどうだったかな。ポケモンのデザインってこんなに凝ってたんだって感心しちゃったわ。特に伝説のポケモンね。そうですね、他にもモチーフが面白いポケモンはたくさんいるので、機会があればまた解説したいですね。楽しみだわ。ということで今回の動画はここまでなのだ。チャンネル登録といいねを忘れずにお願いね。また次の動画でお会いしましょう。鬼氷自爆。